こんにちは、熊根スキー場パトロール隊長の武藤貴弘です。今回はですね、ゲストをお招きしております。リフトスタッフ SSK です。モリモリ、ムロちゃん、みんなはさ、今日5月6日と、5月5日で終わった組ということで仕事がね、はい、で今日はもう精一杯遊んで、はい、で帰ろうぜって話だよね。そうです、じゃあちょっとみんなにはワンシーズン通してスキー場で働いて、楽しかった思い出なり苦しかった思い出なりをちょっと語っていただこうかなと思います、はい、でみんなボード履いてるんで、ちょっとまずはみんなの滑りを見せてもらおうかと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ頑張って滑っていきましょう。はい、それではまずはリフトスタッフモリモリ、ライダー、頑張ります。 Here we go! イエイ。はい、モリモリ、はい、今シーズン、はい、スキー場のリフトスタッフとして働いたんだけど、楽しかった思い出を教えてください。楽しい思いだったら、友達めっちゃ作ったし、はい、と休みの日でめっちゃ滑れました。おー、休みの日めっちゃ滑った。休みの日でめっちゃ楽しかった。今シーズンもいっぱいなんか、はい、アイテム買ってたね。ああ、そうですよね。何買ったっけ。新しいこのサイズのパウダースキー買ったし、ポールにも買ったし、と、なんか機械物だけみたいな。ほとんど働いたお金、この道具に費やしたんじゃない。大丈夫、貯まった。ああ、じゃあ少しだけ。じゃあお次は、今シーズン辛かったことありますか。はい、1個だけですね、そのゴールデンウィークの5時半の朝仕事はめっちゃ大変だった。あ、早朝営業。はいはいはい。モリモリは朝苦手なの。めっちゃ苦手です。めっちゃ苦手です。それがめっちゃ大変だったと。やばい、やばすぎる。ありがとうございました。ありがとうございます。来シーズンもよろしく。はい。Thank you。 はい、はいはい、じゃあ SSK を先にインタビューから撮ろうかと思います。了解です。はい、SSK 今年、今シーズン楽しかった思い出は何ですか。楽しかった思い出はやっぱり、はい、滑り放題っていうのもね、あまり自分がそれこそスノーボードもあんま滑らないんですけど、その練習ができるっていうところももちろんありますし、何よりそのみんな職場のみんなさんすごい仲良しなんですよ、それで仕事終わった後とかにみんなでお酒のとか猫飯食べながら、今日こういうのあって楽しかったよねとか、そういう話するのが一番楽しかったです。なるほど、はい、今シーズンスキーやスノーボード結構上達できましたか。結構上達できました。今まで結構そういうスノースポーツはやったりしてたの。今までは、はい、年に 1,2 回行くぐらいでしたけど。ああ、はい、でもここで働いてたらね、その年に 1,2 回がもう何十回ともなるでしょ。今までの記録がもう超えちゃった。そうだよね。それではじゃあ辛かったことありました。辛かったことはですね、はい、そのシーズン、ハイシーズンの時の雪かきなどは、案外僕にとっては楽だったんですけど、やっぱり今暑くなってきた時の雪入れが、こう体力がすごい。そうだよね。そこがしんどかった、このね、ステージのね、そうですそうです、雪が日に日にバンバン雪が溶けていて、それの雪入れ作業がめちゃめちゃ大変だったと。めちゃめちゃ大変でした。あと、あれですね、風強い日とか雨強い日とか、こう営業するかしないかの判断の時とかがちょっとね、なんかこれどうなんかなっていう、こうドキドキしながら見るっていうのが。なるほどね、はい、しかもなんか小屋にいたらさ、余計風が、音がさ、ヒューって音で、ね、あんまり強くなくても強く感じたりするもんね。そうなんですよ。結構ビビったと、それが。そうなんですよ、はい、ビビりました。 SSK はもともとこうスキー場でこう働こうと思ったきっかけとかあったんですか。それはですね、前々から、スキーが
楽しいと思ってたんで、まあ、それでスキーできるし、あとまあ住み込みのアルバイトっていうのをちょっとしてみたかった。あ、ちょっと憧れもあったの。はい、憧れがありました。あと温泉が好きなんで。おお、なるほどね。ここちょうど温泉があるので。熊野湯温泉ね。そうですそうです。いっぱい入れるから。そうです。あ、なるほど。そこでした。じゃあ今日がまあ滑り納めですか。そうです。じゃあちょっと、じゃあ最後の滑り納めをこの YouTube にも納めさせてください。もちろんそんないいものみたいな。じゃあ頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、はい、じゃあ SSK、 あのボードを始めて何日目だっけ。6日目です。はい、6日目で、これから人工ウェーブも入ってもらえるということで、はい、そんな見せてもらっていい、もらっちゃっていいんすか。まあ特別大賛成。いや、頑張ってくださいね。はい、それではライダー SSK レディーゴー。頑張っていきます。はい、ラストライダーはムロちゃんでございます。よろしくお願いします。お願いします。ムロちゃんは今シーズンいてみて楽しかった思い出は何ですか。そうですね、やっぱゲレンデですね。休みの日滑れたこととか、あとやっぱ住み込みのバイトなんで、はい、ね、いろんな今まで、ね、出会うことなかったような人と出会えたっていうのが楽しかったですね、やっぱり。なるほど。なんか普段自分が生活する中ではあんまりこう関わることのないような人たちとも話せるっていうのがこういうスキー場のアルバイトだと思うんだけど、なんか印象に残ってる話とかあったりします。印象に残ってる話、ちょっとね、動画に出せるようなじゃないかもしれないんで、ちょっとここはじゃあシークレットということで、まあそういういろんな話が聞けるよってことで、ディープな話が聞けるということで。じゃあ辛かった思い出ありますか。辛かった思い出、そうですね、やっぱ雪かき雪入れっていうのはね、やっぱ雪が重たいですんで、それとね、雪が降るときは雪かきして大変ですし、雪なくなってくるとね、雪を足す雪入れが大変なのと、やっぱり一人の時間がやばかったですね。なるほどね。辛かったですね。一人の時間多かったですね。多かったですね。いや、まあ、11月からさ、5月までってことで、まあ、約ね、5ヶ月間ぐらい山にこもったわけなんだけど、その山ごもりする前の自分と今でなんか変化はありますか。大概どうにかなるかなっていう感じの、価値観というか、なんかね、考え方が変わったっすね。おー、なるほど。なんとでもなるなっていう、いろんな人の話聞いたりして、ああなるほど、なんとでもなるかなみたいな、年齢を重ねた人とのね会話がでなかなかできないけど、ここでね一緒に寮で住んでると話す機会ってやっぱあるから、そういう人生経験の価値観の話を聞けたということで、じゃあ今後の人生にそういうね話してもらったことを生かしてもらえればと思います。じゃあ今日は滑り納めですか。納めですね。じゃあこれから滑ってもらうんですけど、まあ会心の一走お願いします。はい、お任せください。よろしくお願いします。おい、それではライダー室ちゃん、レッツゴー。えい、
はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。もうみんなのね、華麗な滑りを撮らせてもらって、みんなのリアルの声も聞けたので、とてもいい動画になりました。はい、でまあ今シーズンはね、皆さんまたそれぞれの道に進んで、まあもしかして機会があればまた来シーズン集まるかもしれないという、このスキー場一期一会が大事ですからね。この、まあ、仲良くなった仲間とまたいつかお会いできることを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。はい、で今回の動画でね、スキー場のアルバイトいいなとかね、この会社の雰囲気いいなと思ってくれた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。バイバーイ。ほら行け、頑張れ。えいえい。はい、ありがとう。バイバーイ。